黒い三連星は前線に戻ることはなかった。ジオンはまたエースを失ったのである。闇夜のマクベ大佐を除く任務が終了し、どうやらマクベ大佐もっともどちらにせよ実際味方の、しかし結果何の前、そして混乱、しかし悲嘆に行く戦友たち、かくしてフェンリル隊は攻略作戦。
敵の戦力を。
ジオン軍による、それはむしろだが皮肉な話、いずれにせよ幸いにも、しかしどこのモビルスーツ隊ジャブロー攻略の失敗、そして星1号作戦、ジャブローの赤道、それはまるここに至り連邦北米大陸、ジャブロー、やがて空と底に待っているのは、カリフォルニアベースにはこの連邦軍に対する攻勢作戦などの連日連、彼らが精力的に、もはや連邦軍、しかしそして全ての連邦軍、フェンリル、闇夜のフェンリルと、ゲラート・シュマイザー少佐に敬礼。
がついてんだ。 HLV は必ず空に送り出してやるぜ。敵の進行は俺。
丈夫。Thank you.
HLV に。アースノイド編。
数ではあふれでも。
Thank you.
全ての HLV を空に送り出した後、闇夜のフェンリル隊はキャリフォルニアベースから脱出した。こうして北米最大の拠点は失われ、戦いは地上から空へと移っていく。今後地上に残ったジオン軍兵士たちはますます厳しい戦いを強いられるだろう。だが闇夜のフェンリル隊は諦めない。祖国のため、大義のため、愛する者を守るため、ジオンの旗のもと戦場に身を投じた将兵たちはそれぞれの思いと理由を持って戦い、そして死んでいった。そうした思いを持って戦う戦友がいる限り、フェンリル隊の戦いもまた決して終わることはない。それからしばらくしてフェンリル隊は北アフリカのリビア砂漠にその姿を現した。彼らは北アフリカにおける最大規模の補給基地を奇襲。これにより連邦軍は北アフリカ方面の攻勢作戦の延期を余儀なくされた。だがフェンリル隊の潜伏する拠点を突き止めた連邦軍は兵力を動員してその拠点を包囲。籠城してなおも徹底抗戦を続ける中、空でのジオン軍最終防衛戦であるア・バウアー空は陥落した。そして一年戦争の終結。闇夜のフェンリル隊と雌雄を決するためリビア砂漠に到着したエイガー少尉はその事実を知る。そうか、戦争は終わったのか。ですがジオン軍は投降しないんです。戦争が終わったことを知らせても謀略だと言って全く信用しようとしません。ならどうする。このままでは我々は攻勢に出なければならないでしょう。戦争は終わったというのに戦死者は続くんです。全くバカな話だ。そうか、なら軍師を立てて説得するよりないな。軍師を立てる。それはそうかもしれませんが、しかし今の状態では危険すぎます。大体誰が軍師に。非武装のヘリを用意してくれ。あれなら一人で操縦できる。一人でって、エイガー少尉、あなたが軍師に。ああ、そのつもりだ。この任務は自分以外に適任者はいないだろう。状況から考えても彼らは必ず説得に応じるはずだ。どうしてです、少尉。あの敵軍に知り合いでもいるって言うんですか。ああ、いるさ。立場は違うが、この戦争を共に戦った戦友がね。
Thank you.